などの理由で商品にならなかったものをジェラートに加工しています。綺麗なものと変わるんですか？味はさほど変わらないですよ。何して育ったのしてるっていうことはみたいなさね、こういったのね、だから島のさね助かってる。僕もやっぱりあの牧場の後継ぎから始まったんで、生産現場がいかに大変かっていうのはやっぱりよく知ってますし、独自産業化じゃないですけど、生産者とこういう加工業者、そして販路を拡大していくっていうのを一緒にこう手をつなぎながら、農家さんとこう連携してやっていきたいなっていう思いがありますね。ジェラート職人の腕の見せ所はいかに食材と対話できるかだと言います。季節によってその味とかが変わるのは当然なんで、実際ちょっと食べながらレシピ通りに作らないと、その都度レシピ少し変えてる感じですね。トマトの固形分を上げて水1リッターで